ラサー・ン・ーランド・カークは、アメリカの黒人のジャズミュージシャンの一人。盲目でありながら、サクソフォーンやフルート、トランペット、オーボエ、ピッコロ、イングリッシュホルン、リリコンなど、多種多様な管楽器を演奏した。気迫がみなぎる演奏で知られ、舞台上での超絶的な即興演奏には、コミカルなおふざけや、政治的な暴言、複数の楽器を同時に演奏する技能が加わっていた。 数本のサクソフォーンを首にぶら下げ、大柄な体育に黒眼鏡をかけたいかつい風貌や、鼻でフルートを鳴らしながら、スキャットを奏で、時に自ら歌い、手回しサイレンや、ホイッスルなども手に取って鳴らすといった、演奏形態がキーに受け取られたためか、日本国内では、グロテスク、ジャズと紹介されていた時期もある。反面、近年では、形にとらわれないなスタイルや、 パワフルで親しみやすく、かつブラックミュージックの伝統に根ざした表情豊かな演奏によって、ジャズにとどまらない多様な方向性を感じた若い世代から信奉されている。オハイオ州コロンバスに生まれ、医療過去の結果、幼児期に失明。本名はロナルド・セオドア・カークである。ローランドという芸名は、ロナルドのアナグラムから作り出し、さらにラサーンは、1970年に、 夢でその名を聞いて付け加えた。主にリーダーとして自らのバンドを統率してサイドマンとして演奏することは滅多になかったが、編曲家のクインシー・ジョーンズやドラマーのロイ・ヘインズと共演して録音を行っており、またベース奏者のチャールズ・ミンガスとは一定期間共演した。録音に残されたカークの演奏で最も名高いものは映画。 オースティン・パワーズの主題歌にも使用された、クイン・シー・ジョーンズの1964年のヒット曲、ソウル・ボサノバである。カークは、主に、ソウルジャズか、ハードバップに根付いた演奏を行ったが、ジャズの歴史についての造形を活かして、ラグタイムから、スイングや、フリージャズに至るまで、古今の、あらゆる音楽の様々な要素を取り入れた。カークのレパートリーは、デューク・エリントンや、 ジョン・コルトレインといったジャズの巨匠だけでなく、スモーキー・ロビンソンやバート・バカラックのようなポップスの作曲家も含まれ、また、クラシック音楽の影響もあった。ライブ、ブライト、モーメンツ等に、カークのショーの一例を聞くことができる。主な楽器は、テナー・サクソフォーンであったが、その他のサクソフォーンや、フルートも多用した。時にカークは、一度に、複数の管楽器を演奏して、 一人でハーモニーをつけたり、循環呼吸を用いて長い補足音を奏でたり、あるいは鼻でフルートを吹きもした。2.3本のサクソフォンを同時に演奏している、時でさえ、ブルースを強烈に感じさせる、複雑で力強いジャズを繰り広げた。カークは時に政治的な発言をし、コンサートの曲間には、アフリカ系アメリカ人の歴史や公民権運動など、 次局の話題がしばしば取り上げられた。その演説は、風刺や不条理なユーモアに彩られていた。1975年に、最初の大きな脳卒中に見舞われ、右辺麻痺に陥るが、左手だけで演奏できるように楽器を改良して、演奏や録音を続けた。ロンドンのロニー・スコッツ・ジャズ・クラブにおけるライブでは、日本の楽器を演奏するのがやっとであったが、国際的なツアーを続け、 テレビ番組への出演も果たしている。1977年にインディアナ大学学生生協のフランジパニルームで演奏を終えた後、二度目の発作を起こし、インディアナ州ブルーミントンで亡くなった。カークは数多くの楽器を演奏しただけでなく、様々なサクソフォーンやクラリネット、フルートの収集家でもあった。カークの主だった楽器はテナーサクソフォーンと二つの特殊なサクソフォーンである。 すなわち、一つは、ストリッチであり、もう一つはマンゼロである。カークはこれらの楽器に、自分で手を加え、同時に演奏できるように作り変えた。カークで、特徴的なのは、全部で三つの管楽器を首に巻きつけ、さらにフルートやホイッスルなど様々な楽器も携えて、舞台上に登場し、手の届くところにゴングを置いたことである。カークは、クラリネットや、 ブルースハープ、イングリッシュホルン、リコーダーも演奏し、トランペット奏者としても有能だった。さらに、楽器ではない道具、例えば目覚まし時計や、サイレン、黒い謎のンコとゴムホースも利用している。スタジオ録音では、テープ操作されたミュージックコンクレートや、まだ一般化する前の原初的な電子音さえ、用いている。カークは、フルート奏者としても名手だったが、 独自に開発した演奏技巧を用いていた。その技巧の一つが楽器を吹きながら同時に口ずさんだりハミングするというもの。また、普通のフルートを花笛として他の楽器と一緒に用いるという技巧も使った。カークの舞台上での気境な入で立ちや複数楽器の同時操作をとりわけカークが盲人であったことから判断して単なるインチキと判断する向きもあったが、 このような見方も、いざカークが演奏を始めると、消し飛ぶのが常だった。カークは、複数の管楽器を操って正しい和音を鳴らしており、本質的に一人で、サクソフォーンのアンサンブルを奏でていた。もっとも本人は、自分の頭の中で聞こえた響きをなぞろうとしているに、過ぎないと主張している。カークは、循環呼吸の理解者にして実践家であった。 この呼吸法を用いることによって単音を自在に引き伸ばすことができるようになっただけでなく16分音符のフレーズを高速でほとんど再現なく吹き続けることができた。カークは循環呼吸の技能を用いて LP Prepare Thy Self to Deal with a Miracle の収録曲のサクソフォンコンチェルトを21分間にわたって息継ぎなしで連続して演奏している。 アトランティックレコードのプロデューサーだったジョエル・ドーンは、カークの特技に対して、ギネスブックは記録を認定すべきだと考えていたが、それは実現しなかった。ありがとうございます。